さあ始まりました少量チャンネルの翔太です。今日は本編に行く前に皆さんにお伝えしたいことがあります。前回の動画を見ていただいてありがとうございます。前回伝えた通りではあるんですけども、詳しくは動画を見ていただければと思います。コメント欄もたくさんいただいて本当にありがとうございます。それと、ご心配おかけして申し訳ありません。結構同じような症状の方がいてちょっとびっくりしてはいるんですけど、全部コメントも読ませていただいております。で、一応気になるのが今後の撮影方法ではあるとは思うんですけども、今はですね、一応月曜日、水曜日、金曜日で動画を大体上げていて、決まってはないんですけど、その感じでやっているんですけども、それは変わらず2回から3回ぐらいにするつもりでいます。で、もしそのちょっと顔が今後腫れてるのがすごく目立つんだったら、僕ちょっとマスクして出ようかなと思ってて、マスクしてる時は字幕をいっぱいいて、できるだけ見やすいように、内側から何を話してるかでもわかるようにやっていこうと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。終了。今日、うちは、ポストにチラシセールスお断りというのを貼ってます。なぜならば、多いからです。セールスも1日1回は来ます。多いね。多いで、結局捨てるじゃん。貼ったの、シールを。見た見た。貼ったんだけど、入ってました。入ってましたよ。入ってたね。どうするのこれ。捨てればいいじゃない。でも一応、悪質だったら通報しますって書いてます。まだまだ悪質じゃないじゃん。悪質ってその人の価値観であって、それが毎回入ってるようだったらちょっと悪質になるかもしれないけどさ、まだ1回目だから。いやだ、だってそんなんだって、これに俺が縛られてる感じになるじゃん。そんな、何縛られてるって言うの。これを次来るか来ないか、この紙に縛られて生きていく感じになるじゃん。いや、そんなことないよ。もう忘れるよ。通報しなきゃいけないんです。どこに通報するの。ここの、ここの、そのお店に、うん、警察にとかじゃなくて。わかりません。ああいうのってどこにするんだろうね。でも、うん、そのところに直接言うのがいいんじゃないかなと。わかんないけどさ、復讐とかされない。大丈夫。そもそも、うん、じゃあ誰が入れてんの。多分いや、ビラ配り業者。いや、そう、それ依頼してんのはここでしょ。そうね。じゃあここに電話するしかない。入れてくれるなと。うん。どこどこの住所には入れないようにしてくださいとか言えないんじゃない。ひょうにょう。でも入れないでって書いてきました。入れないでって書いてる。通報しますとも書きました。なるほど。通報しますとも書いてます、ちゃんと。ね、だってそうじゃん。駐車禁止とかだったらさ、5000円取りますとかって普通に書いてるところとかもいっぱいあるわけでさ、それで止めたらさ、止めた方が悪いになるわけじゃん。そうね。で、これだって入れた人が悪いになるじゃん、そんな。通報しますって書いてんだから。します。やめなさいよ。しない、する、しないけど。確かにね。そうね。駐車禁止とかはダメなのにね。どうなんだろうね。駐車場とかでさ、ここに無断で駐車した人はさ、罰金何万円とか書いてあるじゃん。本当に取るのかな。罰金？うん。そもそもさ、多分、置かないよね。置かないよね。置かないようにすると思うけど、でも書かれてる以上払わなきゃいけないんじゃないかな。だって、飲食店だってそうじゃん。そこお店入って食べて。で払うもんじゃん。そこだって使用代とかってあるわけでしょ。作ろうと思えば作れるわけだよ、使用代って。使用代。そこの敷地が自分ちのだったらさ。そうなのかな。これから何回も入ってくるようだったら、言った方がいいかもしれない。でも、何回も入るってことは、僕はこの紙に縛られて生きていかなきゃいけないんですよ。なんで縛られるのよ、その紙。だってこの紙がいつ来るかなって。そんな気にする方があれじゃん。気にしなければいいじゃん。気にしないね、しょうちゃん。ね。そんなイライラしないの。終了。
ね、しょうちゃんイライラしないね。どうどう。なんだどうどうって。どうどうって何？どこのやつ？あ、でも安いよ。初めてのお客様、カット1900円。じゃあ、俺が捨ててあげる。はい。はい、俺が捨てました。これでいいですか？俺、ちょっとここ予約する。してない。なんで予約すんのよ。予約して行って言うの？安いから。うん。確かに。よかったじゃん。不満そうな飯ないの？こんないな。うん。こんないな。機嫌直しなさい。あの、4発殴っていいってことだから、ね、4発分を1回で食らうか、4回食らうか、どっちがいい？やあ！これくらいで。これが1発。やだ、強い。これを4発か。1発を分割してほしい。え、じゃあ16回でいい？ 16 回を1回なの。あー、それ1回？全然多分違うよ。多分これが4回で1回分。あ、4回で1回分か。いいよ、ちょっと1回で。ダメよ、顔腫れちゃうから。ここで、あー痛いや。え、これってさ、こっち？こっち？どっちかな、忘れた。でもそっちなったイメージ。はい。なんで優しい人ぶんの？そりゃカメラが回ってるに決まってるだろ。ドキュメントだろ、少女は。じゃあ、行きまーす。あああああ、痛い。痛いよ。もうこれあれだよ。うん。今日の夜めっちゃ腫れるから。やだ、それは。やめてよ、足ここに乗せる。うるさいな。うるさいな、じゃねえだろうがよ。もう。はい。